Wi-Fi の棒が1本しか立ってないっていうピンチすぎる。電波悪かったら教えてください。電波悪かったら教えてください。なんか Wi-Fi のさ、プンプンプンってあの3つさあるやんか、あれ1個しか立ってないけん、多分ちょっと電波が弱いのかもしれないけど、皆さんこんばんは。ハートありがとう、アリさん。皆さんこんばんは。今日はですね、フォロワーさんがついに、ついに、ついに目標にしてた1000人まであと5人なんで、絶対今日行きます。今日行かないかったら終わらないです。本物の水木です。誰ですか、私を偽物扱いしてる人は。おみちゃん、アルバイトクビになったかどうしようかないんだけど。大丈夫ですよ、クビになったっていっぱいありますから、お仕事大丈夫です。元気出して元気出してください。いっぱいありますよ、できる、できるお仕事いっぱいあるよ、大丈夫ですよ。そんな悩むことでもないぐらいと思って大丈夫ですよ。きっと本物です。正社員を切るかアルバイト、アルバイト探すかニートするか悩み中。いいと思いますよ、どれもいいと思うな、どれも素敵、どれも素敵やし、もっといろいろあるかもしれんし、いいじゃないですか、一個なんかいっぱい視野が広がって今からだったら何でもできるんだよ。いいじゃん、いいじゃん。私はあんまりそういう正社員とかアルバイトとかもやったことないんで、何にもアドバイスもなんか何の助言もできないですけど、まあ水木が言えることって言ったら、ニートも素敵ですよってニートもいいですよ、結構楽しい。ニートも生きていけるんだったらいいと思う。人に迷惑をかけずに自分で生きていけるんだったら、生きていけるんだったら全然楽しいです。あとまあ家族とかもいたら、あったかい家族とかいたらもう最高です。なんでもいいんですよでも自分が楽しければいいんですよ、きっと。ストーリー見てくれてありがとう。ありがとうございます。メンションできてたよね。なんかできてできないっていう方もちらほらいらっしゃるから、やっぱりなんかなんやろあれ分からんわ私。だってなんかストーリーの話もそうやけど、その前もなんかあったんだよね。あ、そうそうそう、 DM が送れない問題もあったし、ちょっと前 DM 送れんっていうのもあったし、 DM の通知が来ないっていうのもあったし、なんか分からん、インスタグラムよう分からんちゃもん、よう分からんちゃけど、ありがとうございます。メッセージしてくれて見れる方もいらっしゃるの。99999解除する、もうやだ、もうやめてよウリトさん、ハートありがとう。いいよ、カジオホテさん、いいよです。いいよ、いいよ、いいよ。サッカーあるの、あ、そうだった、忘れてたえ、普通に忘れてたわ、なんじゃったっけ。アキャさん、ありがとう。ニート先輩ですよ、頼もしいやろ、楽しいですよ、プロニート。実家ふと切れまでで全然ありだと思いますよ。けど私もなんか自称ニートですけど、意外とですよ、私は家にずっといるのが苦手なタイプで、アウトドアな性格なんで、いろいろ動いたりはしてます。動いたりしてるとか、家にずっとゴロゴロしてるとかはない。だからプロニートっていうのは本当プロなんです。ニートのくせにニートじゃない風にニートじゃない風な生活を送れるんですよ。そうだから、いろいろね、ニートと言いつついろいろやってはいるんですけど、そうだよ、なんですけど、まあニートはすごいです、すごい素敵、楽しい。ニート余談です。ニートでも生きていくな、ニートでも生きていける。そう、ニートもね結構素敵だと思う。特定の人を拒否って無理だ、絶対嘘それは絶対嘘。私がこう拒否って
何だっけ、メンションをできない人リストみたいのを作るってことでしょ。そんなことマジ でやったことないし、どうやってできるんですか、どうやってやるんですか。こんばんは。そろそろさ、あれしたいな、定型文を変えたいな。あ、ノートも、すいません、ノートもね、今日思い出したの。あ、ノートと思って26時半か、うわー26時半か、ちょっと26時半まで寝てるかも。今日はアウトドアニートなの。5時間半だって。えびさまさん、ハートありがとう。そうだよ、アクティブみーちゃん暇ではね。そうなんよ、私もなんだかんだ暇じゃないニートだけどそう、おじいさまだ。あ、おじいちゃんはね、もうね、あのね、あの、なんか、あの、もうだいぶ弱っちゃってて、弱っちゃってました。もうね、おじいちゃん。でもなんか、私は2、3年前におばあちゃんが天国に行ったんですけど、そのおばあちゃん子だったんですね。それで一回なんか身内のなんやろ、死を経験してるとなんか強くなった気がしました。なんかおじいちゃんもなんかおばあちゃんの時と同じ感じだったから、なんかもうなんやろ、いろいろなんかいろいろ私も心の準備もできたし、いっぱい今日ちゃんと喋ってきたし、お写真も一緒に撮っちゃ、もうなんかね、本当文句になっちゃうんですけど、なんかおばあちゃんが亡くなった時もそうだけど、おばあちゃんが亡くなった時はもう結構コロナ真っ最中だったから会えなかったのね、亡くなった時で。おじいちゃんの時も、ここがおじいちゃん今入院してるんだけど、やっぱね、なんかまだコロナってこんな厳しいんだっていうぐらい超厳しくて、そう、なんかね、なんか時代、今のこの時代が、まあ、運が悪かったなというか、なんか悲しい時代だって思いました。悲しい時代っていうか、しょうがないんですけど、しょうがないけど、残念だなって、残念だなっていうか、悲しいなって思いました。本当に写真も撮っちゃダメだし、だからこっそりツーショット撮りましたこっそり撮った、一覧目だよ、こっそり二人でジージと撮っとこうって言って、まあジージもそんなイエーイみたいな感じじゃないですけど、多分人が写ったりしちゃうのもダメだ、人が写ったり SNS に載せたりとかがダメなんだろうけど、まあ最後おじいちゃんと写真なんか撮ったことなくてびっくりした。なんかもうほんと超久しぶりあったし、なんかちょっとショックだったけどやっぱ私たちよりもお母さんとかの方がショック受けてるから、すごいね、私たちがもうしょげてる場合じゃないんでお母さんに元気出してって言って、今日はお好み焼き食べてきました、帰りに。私人と話してた時、帰って長崎見に行ってる時、長崎の試合見に行ってる時はもうめっちゃ幸せ、幸福感満載やけど、やっぱ長崎おる時かな、一番は長崎おる時の幸せ感すごいです。もうこの空気が最高、地元の。あ、フォローありがとうございます。そう、お話はあんまできなかったかな、お話はあんまできなかったけど、ちょっとだけした。もう帰ってこんねえって言われたのは聞こえた。うんって言って、なんてって言ったら、みゆこはもう帰ってきなさい長崎にって言われて、わあまたいい夜まだいい夜し、それあ、なんか脳はしっかりしてるんで、脳っていうか頭はしっかりしてるので、その体が衰えちゃって動かないとか、ご飯食べれないとか、そういうのはあるんだけど、ちゃんと頭がしっかりしてるから、喋ってると普通の会話会話もね、耳が遠いからできないんだけど、そんなもう帰ってきなさいって言ってました私に。お仕事もあるけんねって言って帰ってこれんとよって言って、でもね、まだまだちょっと頑張ってほしいですよ。人気出るかね。そうね、面会めっちゃ厳しかった。で、私は私入院してたんだけど、私が入院してた時もなんか私個室じゃなかったし、おじいちゃんおばあちゃんがいっぱいいたんだけど、私の病院より全然厳しくて、
レベルが違った厳しさの。なんであんな厳しいんだろうっていうぐらいめっちゃ厳しかった。そうコロナね。そう別に誰に載せるわけにもSNS に載せた。あでもなんか看護師さんたちもそこはなんか別に何も言わんみたいな感じやったけん、ありがとうございますって言って一枚だけねチーチーって言って最後に。でもなんか変わり果てちゃっててちょっとショックだったな。ありがとうさん元気出して頑張ってね。そうまた行きたいんだけど、そのすごいね厳しくて週に2回までしかダメで、週に2回しかダメで、なんか2回でやっぱおばあちゃんが行かないといけないし、お母さんも行かないといけないから私が行ける状況でもないのよね。そうめっちゃ厳しくて、そうねもう私もなんかまやっぱまなんかさインフルエンザとかさコロナかわかんないけど、やっぱ感染系はもうねどん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 厳しくなるんやろうなと思いましたね。でもさなんかさ寂しいですよね、寂しいですよね本当に。最後の最後はおばあちゃんも会えなくて厳しかったもんな。おばあちゃんは老人ホームだったから。そうでもねさおうちんだけ行けたのかな、確かおうちんだけ行けたのか最後。だからもう代表者みたいな一人二人しか行けないの寂しいですよ。みんながさドラマとかでさいっぱいさ家族に囲まれてさこうなんやろドラマのシーンとかあるじゃん。なんかああいうのってさもう時代で時代だよね本当。もう多分ないですよ今後5年ぐらい今後5年先とかさそういうドラマも絶対ないでしょ。もう超リアルなリアルなドラマだと、だって一人患者につき1人か2人までとかが大体じゃん。私が入院してる時も確か2人までやった。週に何回とかはなかったけど2人までとか決まってたからね。厳しいんだよなもう今本当に。まあねしょうがないですよねコロナ。えコロナがさ広まる前はそんななかったですよね。あったなかったよね。ここ5年とかの話じゃない。あったあったっけ。あないよね。だっておじいちゃんが亡くなった時は親戚一同みんないたって言ってたそれまたすごい話やけど。かわいいありがとうございます。なんかコロナってほんとやだな、ほんとやだね。でまた新しいさウイルス感染系が出てきて、あーもう大変大変ってなっちゃう。こんばんは、スタンカさん星ありがとう。シェアがたの直前でママの申し掛け放題だったね、ビリビリしちゃったけど。え私ねめっちゃ思ったそれ。なんかさこう天国に行くときにみんなに囲まれるってすっごい幸せなことなんだろうな。いやマジで幸せだと思います。だって本当に寂しいだろうなと思った。何が寂しいかってじいじよりおばあちゃんが寂しがってて、まあ、そりゃそうよ。私おばあちゃんのとこに行ってたから最初に おばあちゃんと二人だったんだけど、おばあちゃんがすごい寂しがって食欲もないって言ってて、あおばあちゃんが寂しいで おじいちゃんも私たちがお見舞いに行くとおばあちゃんが会えないし、でも私たちもちょっと会いたいしみたいだね。だからもう今超大変、みんなで会わせてよみたいななるけど、しかもなんか22で会ってるのってなんか5メートル車間距離じゃないのに5メートル待っとってみたいな場所でね、たった5メートルやんもどかしいみたいなね感じでしたわかる22だからおうちんおかん私りゅうさんみたいな感じで22で会わないといけないから、この5メートル何みたいな、もう4人で会おうよみんなでワイワイしたいよっていうこのもどかしいこの5メートルそう難しいもう時代は、こういう時代に
なっちゃいましたなっちゃいました。私がさ死ぬ時もさ一人一人っていうかそう私とあと一人か二人か一人か二人かってことか。寂しくないなんか寂しいでしょ。カニさんだよ。何カニさんって。おいしき来てね。読んでくれるんだったら行こうかな。厳しかったよ。お水がお母さんになる姿はまだ想像できない。そう私結構子供好きですよ子供好きですけど水木しか買ったん。孤独死孤独死。そんなことないよ。本当私の時には解決してるの。そう思うとやっぱこの今の時期が一番なんか嫌だね。嫌だわ。そうで私も最近めっちゃ思う。いつか死にます人は。そりゃだけ今おじいちゃんと一緒におる時間もおうちんとおかんとおる時間もこうやって配信しとる時間もやっぱりね楽しまんといかん毎日楽しんでいきんともったいないわ。あっという間に私もおじいちゃん、あ、おじいちゃんおばあちゃんになってもう一生が終わっちゃう気がしてくる。楽しまんといけんね。そうだよ大変です。そういう問題そういう問題じゃないやんか。一人か二人かしかもう定員が決まってるから偉いいやでもそうだよね。あっという間に年取っちゃいそう。あとはこのべっぴんさんは誰ねって言われた私みーちゃんみーちゃんって言って楽しかった。ちょっとだけ喋れて楽しかった。ちょうど84歳なんで次85歳なんですね。でおばあちゃんが亡くなったのが85だったんでなんか勝手にやっぱり人間って85ぐらいまでなのかなタイムリミットみたいなって思いました。あとね最近親戚のおじいちゃんが亡くなったんだけどおじいちゃんも85だったからちょうどなんかみんな85でこういう感じなのかっていう。85かで私はだから今24なんで、あと60年、60年です。60年いきます。私はあっという間だよきっと60年もねえ。水木おじいちゃんだよ配信。さすがに水木でなんでなんでなんでですか。べっぴんさんべっぴんさん一人飛ばしてる。いやべっぴんさんしかおらんやったよ今日は。べっぴんさんべっぴんさんてかなんか今日行った病院の看護師さんたちがめっちゃ綺麗だったえなんか顔採用してるっていうぐらいめっちゃみんなべっぴんさんだったの今日の病院。看護師さんたちってめっちゃなんかほんと かわいい綺麗な人多いですよね。なんでやろ。こんばんは。そうだよ60年で私は60年も生きます。でも生きなそう私。私本当にねあのあれですよ絶対私長生きせんと自分でなんか勝手になんか元気はつらつしてるから私めっちゃ長生きしそうじゃん。いや私全然生きそうな感覚がしてないけんなんかあんま85まで生きると思って生きん方がいいわきっと。だってなんとなくちっちゃい時からそう思ってる。なんか短そうやなって。なんでやろなんか分からんけど感覚。800年生きると私より長生きやんか。いいよ800年生きてください。それであの歴史的人物になってください。今日も可愛いねありがとうねもんちゃん。
うっかりでかい。なんかそういうのも結構私はありえるなって思っちゃう。なんか私結構運がね、そういう確率に当たるのが多くて、なんかね当たっちゃうのよそういうの。こういうこんなタイミングでこんな起きますっていうようなことが起きちゃうの私結構。そもそもさ、双子で生まれてきた確率も300分の1でしょ、200やったか300やったかそんくらいの1の確率で生まれてきて、でなんか私持病もあるんだけど、それもなんか何万人10万人くらいに1人みたいな割合の野球んか、ありえるくない？だけどそんなさ、そんな割合はさ、宝くじとかに当ててくれれば人にねね当たっちゃいそうだよね、当たっちゃいそうな気する。20世紀まで来た台本に会ってやってください。何今21世紀ですか？22世紀2200年ってこと？あ、違う、何2200年ってこと？ドラゴンボール詰めてお願いしようか。ナンバーお願いする。ドラゴンボールにシェンロンにコメントくれてありがとう。いいえ、活動60周年記念配信。やば、それ何歳ってこと？私それ何歳ってことですか？60年ってことは、60年ってことは79歳、やばすぎ。79歳、だよね、わかる？ちょっと気持ち、大好きさん、なんかそういうちょっと気持ちわかる？なんかありえそうだよね。なくてほしいけど。カリフォルニア T シャツ、これやろう、みんな大好きカリフォルニアです。2101年からか、うわー、同級生やったら何人かいけるんじゃない？22世紀。お腹空いてない？今日はお好み焼き食べたけん、お好み焼きも食べたし、さっきハーゲンダッツ、あ、ハーゲンダッツ食べたんだ、つ美味しかった、めっちゃ。あ、やばい、めちゃくちゃコメントが飛びました。とさ、コメントが飛んじゃったので、海ちゃんに出会えた奇跡に感謝する。もう素敵、私も感謝ですよ、皆さんに出会えたことが。シェイシェイ感謝。あと一目出るまで生きて、そうだよね、みんな生きようぜみんな生きようぜ、それまでは。でもあと2年以内に叶えたいんだけどな。薄い水玉ズボンが好きです。もうあれは東京にあるんだけど、あのズボンマジでもうテロテロだから、そろそろ新しいのないかな。群馬に感謝しながら食べた。群馬、いやな、群馬って。おいちゃん、何で言うの？そんな嬉しいよ、こちらこそですよ。そうだよね、マジでさ、すごい、そうだよね、奇跡だよね、本当に。うん、どうぞ短くなったかまあ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 、まあ、それで言うと私ももう来月ふーってせんと一個いやー、確かに一個ずつ、なんか年取るってさ、確かに大変、大変なことだ、1歳年取るって。私のこと19年、お披露目懐かしい、雫公園ね、スターライするじゃないって言ってたもん、可愛い子ですね。ありがとうございます、尾上です、よろしくお願いします。つかどんさん、キャリテテさんもありがとう、だるまさん、群馬って何？あ、群馬って何？違うよ、なんで群馬に感謝せんといけんと？と思って。俺が生きてる間はずっとお水険しいね。もう絶対、本当に絶対、本当に絶対だよ。アンチとか並んでよ、アンチ、アンチ、アンチエイジングっていうことで、皆さん、私のフォロワーさんはあと何人で1000人ですか？あと5人で1000人なんですよ、確か。なんでよかったら皆さん、フォローよろしくお願いします。アンチならないでよ。
増えてんのかな、あと5人とか、あと5人か。フォローして、フォローして、誰か誰かフォローして。今日も相変わらず手が黒いお水木です。黒い、逮捕されることしない限りはならんよ。え、本当？私逮捕される、でも可能性はないこともないかもしれんけん、気をつけないと、気をつけないと、だって気をつけないと交通事故とかあるかもしれない。ないですけどね、絶対、私絶対とは言い切れんけど、超安全運転だから。今日も50キロとかだった、50キロ、ブーンってずっと見してますって。ええー、ありがとう。キュン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 として、キュンキュンとして、あーやばい、怒られちゃう。約束するよって、本当に嬉しい。絶対逮捕されないよ私、だって毎日真面目に生きてるし、悪いことは絶対にしません。しなさそうじゃないか、しなさそうでしょ、しそうですか。何、いただき女子って、何それ。で、俺は一人でと言われてマイク落としたとか言ってなかった、マイク落としたとか言って言ってなかった。え、何の話。あ、でも私はお披露目って聞いた時に、あの、一人って知らなくて、え、何人でするんですかって聞いたら、え、おのいちゃん一人だよ、みたいなくだりはありましたね、マネージャーと。マネージャーさんと、一人で歌うと思ってなくて、誰と何人で歌うんですかって言ったら、おのいちゃん一人だよって言われて、聞いてないっすよそれって言ったのは覚えてますね。はい、電話で言いました。おい。え、上手だったでしょ。日向坂さんの歌だとキュンキュンキュンどうしてが一番好き。あ、ドレミドレミドレミも好き。そうだよね、それとキュンって別だよねって思って、そう、それも好きです。ん、そうだと未知のせいです。え、何、私悪いこと思いできなさそう。え、そうでしょ。私マジで本当にないですよ、絶対。本当に本当に意外と正義感強いからね、水木は。意外とさ、でも飽きない罪。それで、ネットニュースとかなる。おまん入った財布の叩き石もらおうと思っちゃったけど、じゃあなんだけど、そういうことね。私はありますよ、でも拾ったことお金、ね、100円とか。まあ、ありますよ、田舎には結構落ちてます。なんでだろうね、都会よりなんか田舎の方が落ちてる気するんだけど、200円めっちゃ落ちてるよ。で、おじいちゃんが、おじいちゃんに、ね、100円拾ったっちゃけどここでって言って、え、よかったねって言って、え、あれ、これで駄菓子屋さん行っておいで、え、よっとって言って行ったね、おじいちゃん。東京生活、慣れました慣れました。もう2年ぐらいいますからね、慣れてますけど、慣れてるけど好きかって言われると、なんか友達がいないんで、みんなさ、都会出身の東京とか、その関西、あ、か、か、関東にもともと住んでた方々は絶対楽しいと思う。あんなに華やかで、あんなに便利で、あんなに、交通系が良くて、だからあんないいとこないですよって思うけど、と友達がいるからね、それは最高だと思うけど、私なんかさ、そんな素敵な街にいても友達がいないんで、一人でポツンって生きていくしかないんです。そうなると楽しくない、マジで。これは本当にすいません、都会が嫌いとか、東京がスカンとか、そういう問題じゃないんです。
まあ、ちょっとね田舎から出てきたばっかりじゃないけど出てきたからなんか人が多すぎて慣れないとかはあるけど、単純に友達がいないっていうのは本当にでかいです。友達がいないって結構大きくて、なんかお友達欲しい、マジで。私 Tinder でお友達を探してみようかって友達に相談したくてがあって幼馴染に、マジで本当にお友達いなくて、Tinder とかで女の子のお友達とかって作れるんかなって言ったら、え、あれって音なんか異性しかできんじゃないとって言って、え、そうなのTinder ってなんか出会い、あれって恋人限定なんだみたいな、友達ってできないの、女の友達とかできないのって言ったら、そもそもなんかそういう用途、そういう使い方するの誰もおらんけん、女の子は異性の子だったりとかを対象にしてんじゃないって言われて、あ、そうか、じゃあ無理かじゃあおみずきの友達作りの一発でもおしまいじゃんって言って、もうやめましたもうやめたとか一回もやってないですよ。そういう作戦もあるんじゃないかって思った瞬間もあったっていう話で、でそれはウームのマネージャー、当時のマネージャーさんにも言ったんだけど爆笑された、やめてよみちゃんそれは危険すぎるって言われて、え、そうなんですかって、 Tinder って何ですかって言って、ちょっとおみちゃんにはちょっと使いこなせないかなって言われて、そっかダメかって、そうだよ Tinder はやめときか、俺たち友達だろ、チーム友達、え、チーム友達ですよ、私たちは。男の子とは会えた、え、私が Tinder やると思いますか、私が知らない人と会うと思います、思いますか会いません、知ってる人とも会いません、知ってる人とも会わないのに知らない人と会うわけないじゃないですか。この私が友達に聞いてみ、おみずきのフットワークの重さマジですごいから、なんか友達知らない人たちいる、あ、そう、それも私のなんやろ、意外となんか陽キャだと思われがちなんですけど、私楽しいこと好きそうに見られがちかもしれないけど、なんか結構そういうご飯会とか飲み会とかは誘われても行かないんですよ。だから友達できないだから友達できないんだろうけど、そう、なんかなんやろうな、あ、そう、なんか矛盾してるな私って、友達欲しいとか言いつつそういうなんかワイワイしたとこには行かないんだもんな。あ、マサさんフォローありがとう、フォローありがとうございます。え、私、え、出会えるんじゃない、アカウントいいしさ、あ、持ってない、結局作ってないもん。だってお友達にちょっとだけ見せてもらったのこれ幼馴染にちょっとやってみて、私自分でしろよってね、ちょっとやってみてよって言って、いいよいいよ、誰かおるかなとか言って、あ、でも友達ってか幼馴染は普通に彼氏もいるし、そんな出会い求めてたわけじゃないけど、ちょっとなんかどんな感じなんやろうねって言って、好奇心でアカウント友達が作る、私じゃなかった、お友達が作ってた、登録するの私はその時間だから、そうです。え、習い事ね、習い事いいですね、やべ、そうだよ、ファンデムなかった、ありがとう。友達なる方法は、私も友達欲しいもん、チーム友達、え、思う、握手会ある意味知らない人と会っとるやん確かに、あー、そうなんだね、あ、そう、大輔さんのこのコメントがマジでその通り、あんま良くないんだろうけど、私結構広く浅く系なのよね、けどなんか最近は誰とも会ったりもしないね、会ったりとかもないから、本当に新しい
お友達みたいなのができないここ、あ、でも本当に活動を始めて、活動を始めてからできた友達はいない、一人も。いるけど、あのももちゃんとかマネージャーさんぐらいかな、マネージャー兼友達みたいな。ウーム時代のマネージャーがいたんだけど、は友達になったね、やめてウーム。え、それぐらいかも。え、かわいそうに見えてきた自分が。あとは、え、やば、友達いないももちゃん遊んでももちゃん遊んでよ私とって、めっちゃ LINE してる。でもももちゃんも忙しいから、ももちゃん遊んで、ももちゃん遊んでって言って、ウームのあの偉い人にももちゃんが遊んでくれませんってチクった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 。あ、そう、家族が好きすぎるけんね、友達いらないとまでは言わんけど、確かに家族と仲いいけん、まあそこでこう、なんやろ、満足してるとこあるよねきっとね。あ、メイクさんとかいろいろ教えてほしそう。そう、マネさん話が合わない。え、誰と、ももちゃんと、え、合うよ、ももちゃんと。元マネージャーさんです。学年っていうか年が1個しか変わんないから、ももちゃんとチーム友達です。あー、確かにメンバーも友達やけど、意外となんか忙しいんだよな、ちーかまとかって。OL さんでしょ、お仕事も忙しいし、なんか土日さ、なんかさ推し活してんのよね、ちーかまって。え、マジ結構ちーかまさんってガチオタだからなんかいろいろ言ってるんだよね。ノイミーイコラブとか、なんかね忙しいんだよちーかまさん。あと何やったっけな、なんか結構地下アイドルさんとかもめっちゃ推してるの。ちーかまは忙しいよ、みんな舐めちゃいけないよちーかまを、彼女は忙しいんでみずきとあの遊ぶような時間はないきっと。ん、これに気が付いたらさすがですいや、そう、チクっちゃったもん。おもちゃが遊んでくれませんって。サンドはだっていないじゃん東京に。ちーかま美味しそう。何それ、かまぼこ的な。サーノンはいないんだって。サーノンは宮崎でしょ。ガチオタだよマジで。舐めてた、ダメだよ、あの人暇人じゃないから全然。なんか忙しいんだもん、本当なんか忙しいんだよね。こんばんは、サッカー友達。あ、めっちゃ欲しい。でもなんかお話はあったのよ何回か、芸能系の女子サッカーやってた子たち集めてちょっと大会やりたいみたいな話、大会やるみたいな話あって、長崎いますみたいな、ちょうど長崎おる時にそういう話が来たりとかね。そう、めっちゃ行きたかった。誰が来るんだろう。だってなんかさ、お友達になるならさ、結構同じ活動してたりとかさ、の子の方がさ、やっぱ動画とか撮れたりさ、写真撮り合ったりとかできるのもさ、めっちゃいいじゃん。だからそういうお友達も欲しいできたら嬉しいなって思ってるんだけど、たまたま時間が合わなくて、私が長崎しょっちゅう帰ってきちゃうから。え、あとマジでシンプルに、あの長崎のビファーレン長崎のサポーター、女子サポーターみたいな方いないのかないないのかなとか、友達欲しい普通に。なんか私ね、地元でサッカー見に行く時、長崎のに帰ってきてる時見に行くの、オーチンかリュウさんなので、なんかおうちんとリュウさんに毎回ねあのさ、ダゾーンに移りたいんだけど私もとか言ってんので、昨日も言ったんですよ。
ダゾーンに移りたいけんさ、あのさダゾーンで移りそうなとこに席取ろうよって言ったら、二人からねえねえみーちゃん、みーちゃんが移るってことは俺らも移るんだよ、俺らは移りたくないんだよとか言われてもういいじゃん、一緒になんか移れるようなさダゾーンに、せっかくサッカー見るじゃんか、一瞬ぐらい抜かれてみたくないっていう、なんか俺らがみーちゃんの隣におってみんとか言って、誰も抜かんと思うけどな、みーちゃん一人が相当ワイワイしてないとカメラマンも抜かんよとか言われて、だって俺らサイドにおってみん、全然カメラ向けてくれんと思うけど、女の子と行きなとそういう目的なら女の子と行きなとか言われて、じゃあ席離すってなって、席離したらさイエーイってできんやん、ハイタッチできんくないっていうね。だからさ、なんか長崎もで、なんかリリちゃんっていう幼馴染がいるんだけど、リリちゃんはあのお父さんが、リリちゃんのお父さんがビファレが好きで、そうサッカーもリリちゃんも好き、ちょっと好きぐらいだけど、なんかどっちかっていうとついてきてもらってるみたいな形なんですよ私。だからなんか自ら長崎の応援に行きたいみたいな友達いたらいいのになって思いますよね。そしたら、ね、何日さ長崎帰る件一緒に行こうよみたいな、いないんですか、私のお友達いないですか、そういう人悔しいよ友達いないっていう話、長かったな今、コメント見ます。そうだよシャイボーイ、え、なにこれ、守りたいこの笑顔、ありがとうタジタジさん、にーありがとうタジタジさん、守ってくださいこの笑顔、このまんまるまんまる笑顔を守ってください、ありがとうタジタジさん、突然の書き軸いただきました、ありがとう。俺も映りたくない、そう、なんか意外と映りたくないんだってメンズは。そうだよ、一人でサポーター席の最前を降りなさい、サポーターの最前、え、最前とか行けなくない、行けんのすご逆に目立っていいかもしれん、サガンドの方行ったっちゃわ、いいの、行ったの、サガ、サガ行きたい、お父さんに女装しよう、おうちに、おうちに女装似合うかな、なんかじいさん、じいさん、おじさんだよ、ジュール様でいいなら俺の妹紹介する長崎がいい、でも他のサポーター、他のチームクラブチームのサポーターとかもね、アウェーとかさ、まあ一緒に行けたりするのかな、出身になる今から目指しちゃう、ありがとう大好きさん、ハートハートハート好きですって、中志さん、もうだから私は長崎のサポーター、仲良くしてくださいぜひ、本当にもう、じゃあ私はあれですよ、いいこと考えた、私はさもう諦めて一人で行けばいいんだ、ほら一人で行ったらいいんじゃない、もう一人で行くしかない、だって移りたくないとか言ってくるし、1万人もうおらんかった、あ本当、結構もうちょっといるかと思ってた、ホームのゴール裏、結構私ゴール裏いるんだよね、実は実は実はで、結構いますよ私ゴール裏、誰も知らんやろうけど、誰も気づかれん、気づかれんけど、いますよゴール裏、結構いろんなところで見てますのトラスターだと、号泣してたら抜かれそう、号泣か、広島まで見に行く、いいな広島、あ広島はもうスタジアムできたんだっけ、長崎女子、いるかな
いそう、一人ぐらい来てくれそう、そんなツイートしたら。もう一人は敵チーム同士のユニフォーム着てるカップルの喧嘩になるかって、確かに。だからさ、スタジアム入った瞬間バチバチなんかな。で、お家帰ったら仲良く、あの試合はこうだったねとか言うのかな。とても可愛いね、ありがとうございます。今シーズンからだって行ってみたいな、広島。てか皆さん、サッカーの話で私のお友達ができない話とか、そんなことよりもですよ、私のショールームのフォロワーさんがもうちょっとで1000人なんですよ。皆さんフォローよろしくお願いします。本当にもう少しなんで、お願いします、お願いします。なんでこんなに時間かかってるんですかっていうぐらい時間がかかっちゃいました、1000人まで。もうちょっとさ、なんかね、もうちょっとなんかスピーディーに行くかと思ったら規模手こずって、なんならあと1000人までのあと3人、今4人ぐらい、お願い。え、今900、あと4人か。お願い、お願い、あと4人、うん、あと4人、うん、あと4人、うん、誰か来て、フォロワー1000人、フォロワー1000人突破のテロップを書いてしまっちゃった。早く早く、テロップ詐欺だ、テロップ詐欺。ほら、これ逮捕されない、私、詐欺の罪で。フォローしてよ。俺マテンしちゃおうかな。オッケーとしましょう。そうだよね、もうみんなお願いしますよ。勝手に突破したことになってんのよ、私のテロップは。のちありがとう。だるまさん、だるまさん、だるま、だるま、だるま、そうだよ、ほんとに。あ、ありがとう、アリさん。ファイト、ファイト、か、か、ありがとう、アリさん。ファイトをいただきました、一発。あ、みずきね、今日そういえばね、フォロワーさんは、まあ、後からこう、勝手に、入ってくると信じて、おみずきの小話聞いて。じゃあ、おみずきの小林を、小林誰だよ小話です。おみずきの小話は、今日の小話は、今日ね、メガネを買ったんです。メガネを買ったというか、サングラスを買ったんです、夏に向けて。サングラスを持ってなくて、今まで。で、運転するからさ、よく。運転するから、まあまあまあ、虫とかなるじゃないですか。で、サッカーもよく見に行くんだけど、いつもこうやって、こういう顔してサッカーを見てるんです、いつも。こうやって。ブスでしょ？だから、普通に、サングラスが一個あればいいんじゃないかっていう考えになったんですけど、そもそも、私が自らサングラス買いに行くぞって言ったわけではなくて、相方、双子の相方こと龍さんが、うん、初訪問の皆さん、こんにちは。長崎県出身23歳、尾上美月です。フォロワー1000人まで、あと4人になってます。よかったらフォローしていってくださーい。じゃあ、小話に戻るんですけど、それで、何だっけ、龍さんが、サングラス買いに行こうよ、みーちゃんって言われて、え、サングラス私もちょうど欲しかったわって言って、行こう行こうって言ってきたんです。そしたら、まさかのまさかで、もう視力がどん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 落ちてって、多分リュウさんは釣り用じゃない、でも今日も行っててよ、彼はもう大変大変、なんであんな釣りにハマってるんだろう。そうね、私もう買ったんだけど、ど入れてもらったのね、サングラスに。ど入りにしたんだけど、普通にめっちゃ笑われたもん。面白すぎた、今日の視力検査。なんか最初、カチャ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 ってなりよって、え、見えてるのと思って、私めっちゃ見えると思って、結構なんかドヤ顔で、店員さんに、ちょっと待ってください、私結構見えてましたって言ったの。私結構見えてました、嬉しいと思って、見え
なんかあの前作ったメガネと同じにどうにしますかとか言われたのね。やけんかなんか同じのにどうにしますかって言われたからさ、なんかちょっと目悪くなってる気がするんで一回測りますって言ったの。測っていいですよって、もう一回測っときますみたいな。1年前とかだから結構変わってるかもしれないですって言われたから、あ、じゃあ一応測っときます、ちょっと悪くなっている気がするんですよって言ったのに、待って、めっちゃ見えてます、びっくりした、私こんな目見えてるなんて嬉しいですって言ってワクワクしながら、めっちゃ見えてました、ありがとうございます、かんちょっと最初の方勘でしたけど当たってましたって言って、イエーイって言ってたら、なんかずっとなんかフフフみたいな感じで店員さんがなんかフフフって言ってるから、なんでこの人こんな笑ってんだろうと思ったら、あの姉さんこれレンズ入ってますよって言われて、そういうことは早く言ってよって言って、もう本当私がなんかドヤ顔でめっちゃ見えてますとか、めっちゃ見えてましたって言わせんでよ、恥ずかしいと思って、お姉さんこれレンズ入ってますからねで、その後に、あ、じゃあ裸眼でも測ってみますかとか言われて、全然見えなくてで最初さ、あの、じゃあお姉さん裸眼でも測ってみましょうかって言われたけんか、あ、おか、裸眼でも測ってみますって言ったら、あのこうついた瞬間に全然見えなくて、もう信じられなくって、ほんと全然見えなかったの。もう一回つけたけど、もう一回こうと話して、すみません全然見えてませんでしたって言って2人で大爆笑だった。え、でしょみたいな、お姉さん多分見えてないでしょって言われて、え、見えてないっす全然見えてなかった、信じられないよ、あんな見えてないと思わなくて、あの両目で、だって私って裸眼で生きてたんですね、あの裸眼で生きてるんですよ普段ね。カラーコンタクトっていうのを入れて普通に持ってる、顔を持ってるカラコンっていうのはつけてるんだけど、度はあの眼鏡は持ってるんだけど結構裸眼で生きてるの。だから 0.5 ぐらいだと思ってたの普通に。 0.6 とか裸眼で生きれるレベルだから、 0.2 とかさ言われてさ、はにゃ0.2? 両目で 0.2 しか見えてないですよって言われて、未来長崎国王区っていうところなんですけど、長崎の人知ってる？未来長崎国王区っていうところで今日私買ったんだけど、なんか近くにザ・ショップ TK みたいなお店があって、あれ見えますかって言われて、え、見えませんってえ、ここあれ結構でかい看板ですよって言って、あ、見えます、ショップまで見えますけどなんか後ろが見えないですって言ったら、なんかメガネ結局度数は前のやつより強くしてもらってサングラス買いました。なんかさ超さなんかテンション低そうなさ おじ兄さんみたいな感じの方で、おじいさんお兄さんみたいな方ってテンション低そうだったのに、めっちゃでも私が一人で見えてますとか言ったから、なんかおじ兄さんも結構なんかおもろいおもろいみたいな感じで話になった見えてないんかーい、見えてませんでした。あ、そうだから古い電波悪いかも、ちょっとすごいコントだった、普段から何でも見えて、え、そうだから結構見えてなくて、そう言ったんですよ、私東京普段あの関東に住んでて、あの電車によく乗るんだけど電車のあの上の文字全然見えてないんですよ、だからあのいつも道に迷って電車反対に乗ったりしてるんですって言ったら、なんかアホやなみたいな顔して見てた私のこと、アホやなと思ってたやろうなきっと、なんで裸眼なんですかって言われた裸眼なんですかって、え、なんでって言われてもね、なんでって言われてもだよ、いっそ車はあの大丈夫いません、全然なんで運転するときは絶対サングラスじゃない、メガネをかけます。まあかけなくても見えてはいるんじゃけど、じゃけど見えてはいるけど普通に怖いから、うん、
運転するときは絶対つけてる、強いやつつけてる、黒縁の。だから水木、車の中に乗ってるお水木はいつも黒縁メガネです。カラコンウィンクですね。お水木しか見えないの？電波悪い、大丈夫かな。なんか Wi-Fi 切れちゃった、下に行きたい。ここで今 Wi-Fi なしで配信してる。そう、メガネちゃんなんだよ。そのメガネね、でもサングラスやけん反射しちゃうわ。ねえ、私のさ、小林でさ、小林で増えてないのフォロワー。もうちょっとさ、今2階なんですけど、1階に行こうかな、それか別の部屋に行こうかな。場所変わった？うん、変わってない。ちょっと待ってね。 Wi-Fi ついてました、さっきちょっとついてなかったけど。え、全然いかつくないよ、まあ、普通のサングラス。取り外しができるやつにしました。こうカチャってしたらつけれるし、なんかサッカーを私さ見に行くときに、あのサッカー見に行くときがさ、日差しまぶしい、かつ視力が悪いからどっちも欲しいじゃん。それで付け替えできるやつにしま、付け替えっていうのかな、取り外しできるやつにしました。小林くん来なかったのね。そうなの、釣り目角度45度全員なそれ、なんか、うん、それ衣装でありそう。喋ってた何、寒そう？全然寒くないよ、全然。そう、なんかこうカチャってしたら取り外しができるやつにしたんだけど、なんかいつか、いつか、いやでもないかもな、みんなに見せるタイミングは。写真撮ったりとかはないと思うから、あるかな、あったらいつか、いつか見てください。小林フォローしろよ、しろよ小林、小林見に来いよ私の配信。あ、そうそう、なんかクリップみたいな、クリップ。小林って誰よ、誰なんだよ、お水木の小林とか言った人。水木の小林スタジアムで見れる、あ、確かに長崎のスタジアムで、このボブでサングラスかけてる人いたら、それはお水木です、それはお水木です。誰だよ、お水木の小林っていうほどだから、その時確かに小林、小林リリ、誰小林さんね。キャップもね、そうだよ、だから今年のユニフォームをまだ買ってないので買いに行きたい。声かけ電話、意外とね、長崎スタジアム行って声かけてくださること意外といない。でも気づいてはくれてるんだろうなっていう方いるけど、意外と声かけない方が多い。かけてくれてもいいんですけど、全然全然いいんですよ。でもさ、そんなさ、みんな言うじゃん、お水木と、なんか見つけたらさ、サインもらっちゃうかなとかさ言ってる人いますけど、絶対たまたま私と会ってペン持ってないからペンと書くもの絶対持ってないからね、きっと。意外とケバって言うんでしょ、どうせ。長崎のね、ちゃんと私は見ましたからね、あのジャージどこの高校生か覚えてますよ。お水木意外とケバって言って、なんやねん意外とケバって。絶対の人で会わないと分かって、今長崎だからねタブレットにサインしたけど、タブレットか、そういう可能性、そういう作戦もあるのか、それはいいですね。ハートありがとう。ねえ、88人になったってお水木 FC、 嬉しいけどさ、100人行きたいな、100人、嬉しいけどさ、いつになったら1000人行くんですか。私も今日配信本当に終われないんですか、何なんですか。いいかあったけど、キバとは言えんかったね、いやいやいや、思わんかったねって言ってよ、言えんかったねって。ちら、こんにちは、皆さんこんにちは、長崎県出身23歳、尾上瑞希です。インスタグラムショールームのフォロワーさんがあと4人で1000人です。よかったらフォローしてってください。特技はフラッシュアンザーとリフティングです。
ドアだよ。ドア。ほら。コンコンコン。花子さん。遊びましょう。日曜にゆかりの写真いっぱい撮ってきました。いいの見せてよ私にも。あなたのアイドルですか。ゆかり歌ってたでしょ。サイウアピーチュ。ゆかりのあのリハというかカラオケ練習行ったもん。サイウアビーの。うりゃおい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 。俺もーって私は言ってましたずっと。後ろに。誰だよ後ろに誰がいるんだよ。私全然幽霊なんて怖くないっちゃけん。幽霊にはあのなんやったっけ名前マイケルジャスティン誰ですかなんか名前つけちゃったりするぐらいだからね。幽霊にも全然怖くないよ。幽霊なんて意外と悪さしないもん幽霊は。ん、ありがとうブリンテさんピカピカ。マントメガニさんもありがとうございます。10分後ね。じゃあもう12時過ぎに期待してるから来てよちゃんと。ゆかりお父さんが来て、あ、なんか言ってたね。苦情来てほしいね。苦情来ないよこの家。一軒家一軒家物上系は一軒家。あの写真のやつか。どの写真。人間が一番怖い。そうだよマジで人間が一番怖いですから気をつけてください皆さん。幽霊なんかより。あの写真フォルダに残ってる。どの写真なのさっきからあの写真かとか言って。何の写真さ。何回おいしげ4回一番キラキラ。キラキラアイドル死んだらお水着に取り付くね。ちゃんとさ、いい例としてだったらいいけど、なんかその迷惑な例はダメだよ。ああ、あの写真怖いやつね。お化け写ったやつ。怖いですか。ちょっとうるさくない？うるさいですか？ちょっと配信してるけんね。配信してるよー。はーいって聞こえた。おじろ。あ、神さんありがとうハート。ありがとうございます。見てこの小指の短さ。ぴょん。ぴょん見てて見ててめっちゃ可愛くないこの小指。あなたのアイドル。可愛い。なんだこの小指短くてくさ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 。ほんと短くてくさなんですけど何この小指。ピカンピカン。あマジで超短いんですけど短いこれ私のもうあれにしようかな。あの決めポーズによりもさこっちこっちの方がさ小指のさチャームポイントやし。可愛くないこの小指。めっちゃ短い。短怖っ。だってさ見てよ見とって。小指こんな短いけど普通のこういう指は長いんですよ。ここの指たちは短いかな短い。指切りとか大変だよほらこうやって指切りきんま。誰かがアイコンにしちゃうから。え、なになにどういうこと。でしょ小指だけ短いの。なんかこういうダンスなかったっけ。失恋。あこれか。ありがとう。ひゅいひゅいひゅい。1人しか増えてないフォロワーさん。
ありがとうセブンさん。そうね、手はちっちゃい方かも。もともと小指とかかかがわらず短い短い。好きです。失礼。ありがとう。全然フォロワー増えない。失恋失恋だ。あ、ほらありがとうセブン。あ、フォローしない。レベルアップありがとうございます。なんかお水木 FC が89人らしいんですけど、100人行きたいんですよ。もうちょっとで100人なの。皆さん、あと11人の皆さん、どうやったらお水木 FC になれるのかはちょっとよくわからないですけど、お水木 FC って何やろこれ。自分でファンネーム、なんかファンネームは自分で決めたんですけど、そのお水木 FC ってそのファン認定されるのがどういう基準かはちょっと私もわかんないんですけど、100人乗りたいなーっていうとこではあります。よかったら皆さん応援よろしくお願いします。あ、LH さんありがとう。タコ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 。明日でおしまいなんか。だから明日までに11人だ。今日と明日で11人いかないかな。100人ってかっこよくない？ファン100人ってすごくない？ファン100人ってどうやったらなれるんですか？久々だけど、え、パレのルランさんはなってるの？なってないの？水木 FC なってないのかな？なってなさそうかな？なってください。ん？掛け軸か虹でも投げて15分ぐらいおしゃべり聞けば FC 入りかも。え、そうなの？お願いします皆さん、よかったら。ちょっと100人がかっこよくない？めっちゃ。オーディションが始まるから、来月からね、来月から始まるから、そのオーディションのあ、レベル1やったら入れるかもしれない。レベル10になったら入れるの？そう、なんかオーディションの他の候補生の方たちとかが見に来るじゃん、きっと。こう偵察に来るじゃん。この人はどんなレベルだろうみたいな感じで見に来るじゃん。その時に、え、尾上瑞希さんファン100人いる、フォロワー1000人いる、すごっって思われたいやん。ちょっとね、思われ、ちょっとわかる。なんかちょっとさ、こう堂々とさ、1000人いる、1000人だぜっていう気持ちで。なんであと4人、あと4人。あ、深いダメと手の大きさが違いすぎてハートポーズの中できなかった。いいでしょ別に、いいでしょ別に。逆に可愛いじゃん、私の手ちっちゃくて、ブリントさんの手がこうでかかったらめっちゃ可愛いじゃん。じゃあ次また写真撮る機会あったらハートしましょう。あ、マジで997、あと3人だ。あ、初見さん、こんにちは。はじめまして。長崎県出身20歳、尾上瑞希です。よろしくお願いします。フォロワー1000人まであと3人です。よかったらフォローよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そんなことしなくても、こんな可愛い子がいてるのかってなる。え、本当？本当ですか？やっぱ私はね、意外と自信がないみたいで、その自信がないんですよ。なんでそのステータスっていうんですか？ステータスってかなんだかちょっとよく分かってるんですけど、お、すごいこの子って思われたい。思われたい。思われたいぞ、どうせなら。もうちょっと、あと3人だ。頑張れみーちゃん、頑張れみーちゃん。自分で自分のことを応援し出しちゃう。バレバレださん、ありがとう。だるまさん、だるまさん、聞いてください。同じ、めっちゃ可愛い。え、本当に言ってる？じゃあ行けるかな、合宿。合宿でめっちゃ楽しみ。行けたらいいな。久々すぎて覚え直しや。え、そうだよね、私も久しぶり入ってきて。でも楽しいショールーム、めっちゃ。だるまさんが転んだ。余裕っしょ、マジっすか。そんなわけないっしょ。で、そんな元なんとかとか関係ないもん。歌と男性が完璧だった時に、アイドル要素ゼロやんそれ。それゼロやん。ファンのポイントだけですって。いや、頑張りたい今回本当に。絶
対に行くぞ合宿に。てか最近本当になんかそういうちょっと大きな合宿っていうか、なんやろ、そういう企画系とかイベント系とか、そういうなんかちょっと大きめのイベントがない、イベントとかお仕事やってなくて、そもそもやってないぞと。合宿に行きたい、めちゃくちゃ、ね、行きたいよ。元のエレナガル、いえいえ聞いたことないです。元12時過ぎてるじゃん。全然は行ってこない。ニューヨークに行きたいか、行きたい。ニューヨーク、ニューヨーク、心の中で応援してますって、応援してください。あ、来た来た来た、初見さんが来た。こんにちは、初見さんの皆様こんにちは。長崎県出身23歳尾上瑞希です。フォロワー1000人まであと3人となってます。皆さんフォローよろしくお願いします。あと3人です。元ネタ全然知らん。何それ、嫌なのか。じゃあよかった、あと3人。白くなりました。もうバカ。ありがとう、マグさん。嬉しい。マジで嬉しい。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。めっちゃ嬉しくて顔が赤くなってきたよ。どうしようどうしよう。嬉しい嬉しい。金木太郎さんもありがとう。嬉しいよ。あ、宮川るさんも。皆さんフォローありがとうございます。うわー、100人だー。あ、1000人。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ついに1000人行きました。嬉しい、よかった。1000人行った。これで配信終わりますね。あー、熱くなってきちゃった。うわー、嬉しい。あー、ありがとう、アリさん。なんて書いてんの。頑張った、ありがとう、ありがとう、アリンさん。終わるんかい。いや、ちょっとなんか気軽に終われるってことよ。だってさっきは1000人行くまで終われんわとか言うとき、タジタジさんもありがとう、 I love you、 ありがとう、タジタジさん。なんでお祝いに脱ぐの。来月なんでよ、ちゃんとフォローしといてください。筋トレしとく。何の筋トレ。1000人祝い筋トレですかね。嬉しい、1000人いった。嬉しいよ。だってさ、本当は3月中に行きたかったんだけど全然行けなくて。そう、マジで嬉しい、1000人行きました。皆さんありがとうございます、ありがとうございます。本当に本当に本当に嬉しいです、本当に。あ、マジで嬉しい、よかった、1000人行って。なんか行けないかなと思ったもん、ほんと4月中にも。本当にです。フォローしてくれたの、ありがとう、みやこぶるさん。あ、してくれてると思ってた。外してもう一回フォローしてくれたかと思った。そうじゃん、いつもしてないしてないってなんか言ってたもんね。ちゃんとしてくれたの、ありがとう。もう何年も前から知ってる人がさ、何してないのよフォロー。FC100 点、そうなのよ、もうちょっとで FC も100なんで、どっちも達成できたらもうオーディションは勝ちますね。いけたいかと思った。いらんでしょその定型文。マジで嬉しい。あ、皆さん、初見の皆様こんにちは。長崎出身23歳尾上瑞希です。よろしくお願いします。ぜひフォローしててください。ありがとう、宮川さん。優勝、優勝。あー、マジで嬉しい。あ、拍手してる。イエーイ、1000人行ったよ。うちのおかんが階段から拍手しています。うちのおかんは陽気なんで、どっからでもお祝いしてくれます。拍手して、多分ね、うちのおかんきっとね、なんで喜んでるのかも分からず拍手してんのよ。おもろいね。だってね、みーちゃん昨日寝てる時にキャーキャーとか言ってたけど、何があった、お母さんは嬉しかったけど何があったんとか言って、
あのタワーもらったもんって。あ、そうなの、誰さんとか言って、おもろすぎる。うちの館結構ね面白いですよ。今もなんか全然状況を理解せずに拍手してました。ありがとう、お母さんもお祝いしてくれてる。よかった、千人行って、ありがとうございます。陽気ママです、陽気好きママ。誕生日、あ、そうじゃん、おめでとう、おめでとう、佐々木さん。そうだよ、30だから。じゃあもう今お祝いしよう。午前0時を過ぎたら一番に届けよう、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー Do you、 トコトコドン。おめでとう、佐々木さん、お誕生日おめでとう。素敵な1年にしてください。泣いちゃダメですよ、もう。おめでとう。いつも配信見てくれてありがとうございます。これからも配信いっぱい遊びに来てください。お金認知されたら大したもんだ。え、でも知ってると思うよ、きっとパレードリョーダンさんも。だってアイドル時代からだから知ってると思う、きっと。結構私のファンの方知ってるんですよ、うちの子。あ、なんとかさんだとか言って、なんとかさんがあのタワーをくれてたんだよとか言ってくんの、私。いや、知ってるよ、私が配信してるんだからみたいな。私になんか言ってくるんですよ。この間なんか配信見とったらとか言って、なんかよくで、あのファンの方のお名前知ってるんだよ、うちの顔。面白い、ありがとうって、おめでとう、素敵な一年にしてください。いい、見てんじゃないかな、今多分見てないかな。おかんでもね、私も知らないんだよね、このショールームのアカウント。知ってる人いる？逆にうちのおかんの。うちのおかん何なんだろう。なんか昔はなんか変な名前だったな。見てると思うよ、確か。多分アカウントあるんじゃないかな。でもわかんない、なんかアカウントは私も知らないんだよね。私が母です。お父さんもおうちも配信はたまに見てる。いや、本名じゃないと思う、本名じゃない、本名じゃないけど、なんか変な名前なんだもんな。何やったっけ、前なんかカンコロ餅みたいな名前やったっけな。タラはなーちゃんだと思って、私も思ってたの。でも違うって言ってた。違うって言ってたっていうか、そんな分かりやすい名前にするわけないじゃんって言われた。しかももうショールーム消したって言われた。ひどいね、なーちゃん。なんで消したのよ、FC メンバーなんで。分からん、そういうのも全然分からんし、お母さんにアカウントとかの、何アカウントの名前教えてって言っても、教えるわけないや、みーちゃんにコメント読まれたいけんみたいな、読んでくれんやろ、おかんって分かったらとか言って、全然読みはするけど、コメントしとるんかいみたいな。でたまにコメントして読んでもらって喜んでるよみたいな。知らんかった、全然知らんかった。コメントしとるらしいよ、でたまにね。昔やけん分からん、今はしてないんじゃない、最近は。ちょっと怪しいアカウントあったら教えてください。怪しいアカウントとかないか、ぽいアカウントがあったら。こんばんは、まーさん。アカウントネーム見れないんだっけ、多分。あれ違ったっけ、見れるは見れるのかな。でもコメントしたって言ってたからアカウントあるんじゃないかな。おうちも毎日見てるって言ってた。おうちは私の配信人生で一回もコメントしたことないって。あ、そうなの、ガチっぽいね。嘘やろ、じゃあ毎回読んでるじゃん、私。だいたい読んでるよ、コメント。読んでない。いや、嬉しいな、1000人いったわ、マジで嬉しい。赤
カウントなしで見てました。あ、やっぱなしでも見れるんだ。コメントできないんじゃないそれは。あ、嬉しいわ。とっても嬉しい。気分がいいです。明日は釣りのお手伝い、なんかお手伝いじゃないわ、釣りのなんか付き添いに行かないといけないから早く寝よう。こんばんは。え、マジで、え、マジでよかった1000人って。よかった1000人の歌よりちっといで、私はあれですよ、あのお散歩ですから。1000人の歌歌いましょう。せーの、ありがとう違うかちょっとこれはダメだ、パクリですわ。1000人の歌、1000人ありがとう、今日行くと思わなかった、いやそれは嘘、1000人行くまで配信は終われないと思ってたのに、今日1000人行けてハッピーハッピーハッピーやばい、途中からちょっと危ない危ない、真似しちゃった。ハッピーハッピーハッピー、すいません猫耳でした。じゃあもういいですか、恥ずかしいんで。1000人の歌なんて、1000人の歌ですか、1000人の歌ですかもうやだ、見ないで私のこと。1000人の歌歌ってからなんか見られたくなくなってきたんで配信やめますじゃあ皆さん本日もありがとうございました。フォロワーさん1000人突破できて、あ、本当にありがとうございます、よかったです。あ、初訪問の皆さん逃げるな初訪問の皆さん、長崎県出身23歳尾上瑞希です。よかったらフォローしてってください。インスタグラム、ツイッター、TikTok もやってます。ではランキングを読みたいと思います。第13位、村上さんありがとうございます。第12位、エビ様さんありがとうございます。第11位、何やったっけな、何やったっけな、これ何やったっけ、漢字忘れちゃった。ちょっと一回飛ばしちゃっていいですか、誰か教えて、誰か教えて、誰か教えて、名前なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、もう漢字忘れちゃう。ちょっと一回飛ばしますね。第10位、たかりさんありがとうございます。第9位、せたんかさんありがとうございます。第8位、ともさんありがとうございます。第7位、いとしさんありがとうございます。第6位、ブリントさんありがとうございます。第5位、ふみさんありがとうございます。第4位、みやこブルーさんありがとうございます。第3位、だいすけさんありがとうございます。そして第2位、たじたじさんありがとう、ありがとうございます。そして第1位は、今日もありがとうございます、アリンさんありがとう、アリンさん、わあありがとうございます。アリンさん、ちょっと漢字わかんなかった、何さんだっけ、漢字わかんない、なんとかかんとか、リテ生まれで、さらばさんだね漢字わかんないからさらばさんにしちゃう。さらばさんありがとうございます。皆さん本日もなんか目に、さっきからさ目が痛いんだけど、目に何か入っちゃった。では皆さん本日もありがとうございました。フォロワー1000人ありがとう、本当に。 TikTok も昨日なんか謎のストーリーを載せたので、よかったら見てください。で Twitter、TikTok、Instagram やってます。ショールーム以外にも見に来てください。では明日も配信します。おやすみー、ありがとうございます。